はい、こんにちは、あまねこです。今日は日常ドライブ動画ですね。今ガソリン入れに来た感じです。で、マイクつけてるのになんで天の声入れてるんやって感じだと思うんですけど、実はこのマイクがなんか不良品みたいで音声が全く取れてないことが後から発覚しました。普段の私の声が小さくて動画にするといつも聞き取りづらいんで、これをマイクを導入して改善しようと思ったんですけど、これがマイクを入れたところは全く声が聞こえなくなるという辛い現実が発生しておりました。で、声どころかね、車の音も何もかも取れていないっていうね、そんなことがあるのかっていう、マジでマイクを買った意味が全くありませんでした。あ、でもなんか部分的に取れてるところもあるんで、そこについては音声を含めております。で、あとこのガソリンスタンドに普段から来てるんですけど、初めて店員さんにめちゃくちゃ絡まれて困惑しておりました。で、エネオスなんでエネキーや LINE のおすすめとかされるんですけれども、すでに私はエネキーも LINE 会員も導入済みなので、特に生理的な話はないはずなんですけど、あの店員さんの話の内容としては、これってマニュアル車ですよねって、僕もスバル乗ってましたよみたいな、ちょっと鼻息を荒くされながら、ちょっといろんなお話、店員さんのお話を聞くみたいな時間がありましたね。私は基本的に人見知りする人間なんで、オフモードの時に話しかけれると、ああやめてってなってしまいがちです。せっかく話しかけていただいたのにすいません。あ、でもちょっと本音を言うならば、ちょうどウォッシャー液が切れていたので、もう世間話をするというよりかはウォッシャー液の補充をしていただければとても嬉しかったなと思っております。次回はよろしくお願いします。で、まあそんなこんなでようやく店員さんから解放されたので、これからドライブしていきたいと思います。もしかしたらもう全部売り切れかもしれない。ということで、とりあえずスタバのドライブスルーに行きたいと思います。ちなみにこのスタバは10時半までドライブスルーやってるらしいですね。ありがたい。で、ドライブスルーをすごい並んで待ってるわけなんですけど、なんかすごい大混雑してたんですよね。やっぱりあれかな、コロナのおかげで店内に入るよりドライブスルー需要が増えてる感じなんでしょうか。間もなく注文。無事に注文できるのか?身を乗り出して注文ですね。なんか声聞き取ってもらえなかったみたいですね。マイクの位置がちょっと悪かったみたいなんで、移動してもう一度注文したのは、あのピーチフラペチーノと、あとピーチタルトですね。ちゃんと伝わってるかな、大丈夫かな。うんうん、大丈夫っぽい。 OK。
なんか待ち時間長くなってるとなんかハンドルに抱きつきがちというか、なんかみんなそういうことしません？ハンドルをこうやって抱えるように、抱きつくように抱えるっていうのかな、っていうのを割としがちなんですけど、ちょっと共感してくれる方いないでしょうか。お支払いですね。ね、スタバはね、なんだかんだ高いんでね、ちょっと贅沢品だなと思いながらも、今日はね、とりあえず夏休みスタートってことでね、まあ景気よく行こうじゃないのってことで、フラペチーノとタルト2つも買ってしまいました。1100いくらとかだった気がするな。あ、フラペチーノが来ましたね。いいね。で、あと、タルトが別の袋に入れて出してくれたんですよね。これです。タルトちっちゃいのに、なんかちゃんとしっかり袋に入れてくれるんで、ありがたいですけど、ね。はい。フラペチーノを見せびらかしています。なぜかフラペチーノを2回も見せてくるっていうね。で、このストローなんだけどさ、私気にしないからほんとストローぶっ刺して渡してほしいなっていう気持ちですね。ね、運転しながらストローを開けて刺すっていう、その時間さえもちょっと惜しいと思ってしまう。飲んだら美味しかったようですね。5万円です。じゃーん、ピーチタルトを Have a nice day。 これ食べるのはいいんだけど、あとお腹空いちゃったからラーメン食べてからにしよっかなーっていう感じです。で、今日はお昼ラーメン自分で作っちゃったんで、今日はカップ麺を買いました。噂のカップ麺、実は私食べたことなかったんですけど、これ一覧超高級カップ麺ですよ、これ。食べたことなかったんだよね。食べてみようと思って行きます。なんかあんまり美味しそうじゃないね。秘伝のタレがめっちゃ沈んじゃった。あ、これ長いやつね。これは全部かけました。なんでだろうね、絵面がすごい悪い。お昼にラーメン作ったおかげで、そこでチャーシューがなくなっちゃったから、今入れれるのはメンマだけかな。卵もあるけど生卵だから、さすがにカップ麺に生卵はちょっとなっていうことで、メンマだけ入れます。弱くなりすぎたかも。固めにしようと思ったのに、ジャン君が出てきちゃった。ジャン君も食べたいの？ジャン君もラーメン食べたいの？食べたい？あげませんよ。おいしそう。ちょっと私で影になってた。
ツタルトにした、うん、うんうんうん、うん、じゃん、ジャンクも食べたいの？でした。とりあえずピーチフラペチーノも飲めたし、桃のタルトも買えたし、いいかな、とりあえず満足かなって感じです。で、あとは最後に食べてた一蘭のカップ麺はちょっと私的には微妙でした。あまりおすすめはしません。あれよりかは私が作るラーメンの方がきっと美味しいと思います。じゃあまたね、バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。